皆さんこんにちは、クリエイトバミ会のお疲れコーです。先週告知した企画はいかがだったでしょうか。いやー、今めちゃくちゃ楽しい。多分視聴者の皆さんが思ってる以上に私自身がとても楽しんでいます。今インスタグラムで週に3作作品を更新してるんですけど、やっぱりお花代もかかってくるので、なるべく節約と言いますか、結構財布の方も気にしながら響けてるんですけど、なかなか普段1万円以上のお花というのを生ける機会はないので、もうすでにどんなお花が生きれるのかななんてワクワクしています。まだご視聴いただいてない方は3分ほどの動画なので、ぜひぜひこちらの動画をご視聴いただければと思います。さて、本日は昨日急遽生徒さんが教室をお休みになりまして、用意しておいたお花が余ってしまっているので、自由化を習う上でうちの流派で一番最初に指導している基本家系というのがあるんですけど、それの第一家系をご紹介しようかなと。この基本家系を季節によって変わっていく花材を用いて何回かお稽古することで、全くの初心者の方でも剣山を使う際のテクニックだったり、剣山がなくても花を止める技術、そして生け花でとても大切な間合いや長短、バランス、あとは花材同士の取り合わせなど多くのことを学べるようになっています。今日はこちらの剣山と水盤でシンプルに盛り花を、こういったいわゆる花瓶や花瓶に剣山を使わないでいける投げ入れ花の生け方に関しては、またの機会にご紹介したいと思います。うちの流派で指導しているこの基本花系は生け花のエッセンスが詰まった花型ですので、ぜひ動画を参考にチャレンジしてみてください。それでは本日の花材がこちら。いつも花屋にお任せなので、私も何が入ってるのか把握してないんですけど、まずはキバデマリですね。ちょうど今の早春の時期に花屋で切り花として見かけるようになり、一応枝の先この辺りに花を咲かせるらしいんですけど、どちらかというとお花を楽しむというよりはこの可愛らしい葉を楽しむ花材になるかと思います。早春は特に新芽であるこの小さな若草色の葉がとても可愛らしいので、花屋で見かけた際はぜひお家で飾ってみてください。また切り花ではこのように割とまっすぐで素直な枝が多い印象なんですけど、たまにこのような味わいのあるものが混じっていることがあります。同じ花材でもやっぱりこういった個性的な表情は惹かれますね。一本として同じ枝がないというのが生き物を相手にする面白さですよね。今日はこのキバデマリを3本使っていきたいと思います。次にバラとスプレーカーネーションとルスカス。あー、スプレーカーネーションとルスカスか。バラは少し小ぶりですけど、黄色というのがまた春らしくていいですね。で、ちょっと撮影と更新の順番の関係で、実はコデマリという花材をご紹介する動画をすでに撮っているんですけど、その時にもこのスプレーカーネーションとこちらのルスカス、特にルスカスに関して割と詳しくご紹介してるんですね。ですので今日は割愛させていただこうかなと。このルスカスも面白い特徴を持つので、再来週の土曜に更新かな。そちらの動画もぜひご視聴いただけますと幸いです。そして本日の器がこちらの小判型の水盤。形もシンプルですし、サイズもそこまで大きくないので、初心者の方にはこんな感じの水盤がおすすめです。で、器と花材のバランスってすごい重要な要素でして、例えば極端な話、この器にこのように一輪いけても、器の主張が大きすぎるので、やはり花材に量や長さ、ボリュームが必要になってくるんですけど、こちらであればさほど違和感はないですよね。これと一緒で、生ける花材の量やサイズによって器を選んでいくんですけど、今日の花材の量だとこの器のサイズがちょうどいいんじゃないかなと。私たち指導者は作品をパッと見た時に、そういったバランスや間合い、あとは花材同士の色や強さを含めた取り合わせなど総合的に見て、この作品は綺麗だなぁなんて感じるんですけど、このバランス感覚などの習得も全て含めて、生け花にはお稽古があるわけです。まあそういった専門的な話は抜きにしても、やはり生き物と向き合ってる時間というのはすごく心地がいいので、生け花っていいですよ。それでは実際に基本花系をご紹介していきたいと思います。まずは主線となる花材を3本、
今日はこちらのキバデマリですね。この3本の主線をうちの流派では真、添え、受けと呼んでいるんですけど、それぞれの寸法は真を10とした時に添えは真の8割、受けは真の5割でこんな感じでいけていきます。いわゆるこの不等辺三角形を意識する。またどこにどの枝を持っていくかというのも重要で、例えば今日のキバデマリだとこの枝がすごく面白いので、これを一番メインとなる芯でいけるか、癖が強いので控えめに受けとしていけるか、これだけでも作品の見え方は全然変わってきます。今日いけるこの3本のキバデマリを改めてこのように見てみると、本当にそれぞれ表情が違うのが見て取れると思うんですけど、この子が一番素直であり生けやすいが、まあ言い方を変えるとあまり面白みがない枝になります。対してこの枝はいい味わい出してますよね。ただ癖が強いので今日は短く使おうかなと。そして最後のこの子が付け枝もあって一番立派なので、上から芯、受け、添えで生けていこうかなと。またそれぞれの花材を生ける際に、どの表情で、どの角度で、どの方向で生けるとよりその花材が輝くのかというのを見ていく必要があります。こう生けるのか、こう生けるのかでも全然見え方が違ってきますよね。このあたりも意識してまずは芯を生けていく。芯の長さに関してはこのまんま生けてしまうと高すぎるので、他の花材の量や器の大きさで決めていくと良いです。ここだと低すぎるので、まあだいたいこのぐらいかな。でこの芯を生ける際はピーンと立ててしまうとあまり味わいが感じられないので、少し倒して傾けてあげることで自然の趣を出してあげます。次に添えを芯の8割で生けていく。こんな感じ、つかず離れず絶妙な間合いで生けていきます。そしたら3本目は芯の5割の長さでこんな感じで生けていく。若干受けを短くしすぎちゃったかもしれないんですけど、まずはこのように不等辺三角形を意識して取材でベースを生けてしまいます。ちなみに添えと受けに関しては少し前傾に生ける。横から見るとこんな感じですね。こうすることでできたこのスペースに副材を生けることができます。ということで、まずは副材であるバラを先ほど同様不等辺三角形を意識して生けていきます。またこの時主材であるキバデマリより高くいけてしまうとキバデマリの伸びやかさが損なわれてしまうので、このように主材より低くいけていくと良いです。はい、こんな感じで不等辺三角形でバラが3本入りました。副材であるバラも不等辺三角形を生けることでリズムよく綺麗に生けることができます。これにあとルスカスでこのように足元を締めちゃえばこれだけでもうシンプルな作品になるんですけど、今日はスプレーカーネーションもあるのでもう少し中心部分を華やかにしていこうかなと思います。ということでこんな感じで中心部分にふわっと混ぜ込んでいく。あとはこの部分入れたいんですけど、このまんまだとちょっと大きすぎるので、その場合はこのスプレーカーネーションの下の部分を切り落としてしまったり、同じく先ほど上の部分しか使ってないので残った下の部分を使ってあげると、このように低い位置にも生けることができます。最後にこういったレスカスなどの刃物で足元を締めたり奥行きなど少し寂しい場所に生けてあげて、
窮屈そうな葉を整理していってあげると、これでうちの流派で最初に指導している基本花形1が出来上がりました。同じ型でも生ける花材によって雰囲気は全く違ってきますし、この基本花形には生け花のエッセンスがたくさん詰まっているので、ぜひ近くのお花屋さんでお花を選び、動画を参考にチャレンジしてみてください。またもしこの動画を見て生け花というものに興味を持ち、もっと深く知りたいと思った方は教室の方へお越しいただけますと嬉しいです。はい、いかがだったでしょうか。無料の YouTube でここまで公開していいのかって部分ももちろんあるんですけど、いけばなって本当にもっともっと奥が深いですし、実際に教室に通うことでその時その場で得られるものもたくさんあると思っています。また自分の夢はこういったプラットフォームを有効的に活用していかなければ叶えられないものだと思っているので、このチャンネルが皆さんにとっていけばなに興味を持つきっかけになりますと幸いです。今日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。